こんにちは、つめきです。私が普段使っているノートはこちらを使ってます。以前動画でもちょっと登場したんですが、見た目が好きで大きさもすごく好きで購入したノートです。私は編み動画を見ながらというよりは、編み動画を1回ノートに写して編み進めるタイプなので、こういう感じで編み方を自分なりに分かるように書いてます。ここで私が使ってるのがこれです。使った糸を保存しておける用のヤーンラベルというテープなんですが、これをこう取って、ここが点線になってるので、ここでちぎって、ここが裏が粘着なんですけど、ここを半分にして、ここに糸を結んで、ここにどの毛糸かっていうのを書いておけるものです。溜まった毛糸端っこがありました。これ柔らかラムシードの毛糸です。私はこの毛糸を結んで、こうやってギュッと全部どこかね、新しいページのこの辺りに貼っておいて、っていう感じで書いて保存しておきます。ちょっと中を見ていこうかと思います。これ動画でも編んでたんですけど、グラニースクエアバッグのメモですね。結構ぐちゃぐちゃに書いてる部分もありますねこことかもピピって、こういうちょっともったいないノートの使い方をしてます。まだこれとかクッションカバーとか途中ですね。入っていたり、あ、これもなんか動画に入っているまんま図形書いてたりしてますね。まだ編みたいなって思うものをとりあえず書いてたりする時もあります。もうひたすらなんか輪の編み方書いてたりしますねあ、ベストの編み方とか、この間ね作ったモコモコバッグもうなんとも言えないメモですこれもね、バルフェとメリノールの毛糸をつけておいてますという感じのノートで、後ろにフースが貼ってて、最初のページはゆるニッティングステッカー貼ってます。私はこういう方眼タイプ、見えますかね、方眼のタイプのノートをよく使うんですけど、これ思ったより方眼が小さすぎて結構自由帳に近い感じです。この方が、まあ、ある程度線がある方が編み図を描きやすい感じですね。こう好きな色とか好きな形のノートを使うとすごくテンションが上がるので、ぜひ皆さんも可愛いノートでテンションを上げながら編み時間を楽しんでいただけたらなと思います。以上、つみきのノートでした。こんにちは、スタッフのもこです。私の編み物ノートはこちらの無印のノートを使ってます。ゆかちゃんがショップをオープンする前にプレゼント企画をしてて、当選したステッカーを貼ってます。私にとっては特別な一冊です。あとは編む時にいつも置いてるんですが、かぎ針と一緒にシャーペンと、あと家にあった子供のお下がりですね、これは鉛筆と、あと消しゴム、この辺を使ってメモしたりしてます。ノートの中身ですが、本当に簡単なメモ書き
に使っているので、中を紹介するほどのものでもないのですが、今ちょうどこのブランケットを編んでるところなので、そのページをちょっと見てみたいと思います。このページです。いつも編んでるものを書いて、使ってる毛糸を書いてます。使ってる針の号数。あと作り目を必ず数えてます。これはこの模様にもしたいと思ってたので、この模様の目数を書いて、作り目を計算してます。で、あと簡単な編み図みたいなことをメモしたりしてます。で、これは最初と最後にゆかちゃんのタペストリーの模様を参考に編んでいるので、それを忘れないように段数をメモ書きしてあります。こんな感じでとても乱雑に数字とかこんな記号がたくさん並んでるので、よくうちの娘からはなんか呪いのノートみたいだねって笑われてます。こんな感じでノートの紹介終わりです。またね。皆さんこんにちは、ルーススタッフの小杖です。早速私の編み物ノートのご紹介をさせていただきます。こちらのノートになります。はい、すごくちょっと年季が入っていて、お見せするのもちょっとお恥ずかしくってお見苦しくて申し訳ないんですけれども、こちらのキャンパスのノートを使っています。このノートは方眼ノートになっています。私はすごく図を描くのが苦手なので、こういう方眼ノートだと比較的図も描きやすくて使いやすいので、こちらのノートを愛用しています。そして簡単に中身の紹介もさせていただきます。はい、こちらは以前ゆかちゃんの動画を参考に編んだクリスマスオーナメントの内容になります。ゆかちゃんの動画を見て編み方をちょっとまとめてみたりですとか、あとは使ったかぎ針の情報や毛糸の情報を書くようにしています。それからこちらは以前編んだモヘアのセーターの情報を書いています。こちらも使った糸とか針の号数を書くのはもちろんなんですけれども、作り目の数とか、あとはゲージの情報、増やし目をどこでするかっていう情報を書くようにしています。ウェアは編んでる期間が長いので、だんだんとこういう情報を忘れてきちゃうので、なるべくメモを取るようにしています。そしてノートをめくった最初のページにはスーちゃんが書いてくれたフースの可愛いシールを貼っています。はい、このような感じで私の編み物ノートのご紹介を終わりにします。見てくださってありがとうございました。またね。こんにちは、ちひろです。私が使っている編み物ノートを紹介していいのかわからないんですが、紹介したいと思います。これは年の割にはすごい可愛いらしいノートなんですけど私の誕生日に娘が初めて自分のお小遣いでねノートセットを買ってくれて、そのノートを使っています。娘がシールを勝手に貼ってたりね、するんですけど、このブックマーカーはカップちゃんの京都でやってたイベントで買わせてもらったやつです。ペンはめっちゃ可愛いの、パンのペン、大好きなパンのペンを、ね、ハンドメイドのやつ買って使っています。では恥ずかしいなちょっと思い出がある部分があったので、これはゆるニッティングのサシェの編み方を書いたところなんですが、ブースになる前のすごい初期の段階のオンラインショップの時に、そうちょっとおまけみたいなのつけてくれてた時があってね、
その時に、ついてたモチーフの水を大事に、こうやって貼って、サシェの作り方をメモしているものです。すごい、このページがすごい好きでね、なんかお気に入りです。水を自分で描いてみたりとか、大体、なんか、こういう、雨水をかきかけたけど断念したやつとか、謎の生物とか、こんな感じでもう汚いノートなんですけど、参考にした作家さんのお名前とか、使った毛糸とか針とか、あとこの辺からね、そう、使った毛糸のラベルを貼ってみたりとかしてましたね。これはすごいいっぱい貼ってある。あ、これあれだ。多分、私とユールニッティングの、巾着らを作った時に、編み方と、ラベルを貼りましたね。懐かしい。こうやって見てるとなんか思い出しますね。いろいろ思い出がね。こうやって、ニットハンカチの編み図を描いたり、この辺からね、棒針が入ってきたりとかね、して、こんな感じで。基本的になんかペンで描いてるので、散々計算して全部間違えてみたいな。間違えて最終的にこれになりましたみたいな。もうバツバツバツみたいな。計算ができなくて。もうそういう感じで。でも、書いとかないと忘れちゃうしって感じで。なんか娘からのメッセージ。メッセージが貼ってあります。てな感じで。はい。私のノートは。こんな感じで、ここがお気に入りです。ありがとうございます。じゃあね。